はい、今週もね、今週の理系 YouTube ということで、始めていきたいと思いますが、またいろんな動きがあるみたいですが、呼び乗りさんのところでは力学のシリーズが始まっているのですかね。はい。で、鈴木貫太郎さんのところで、最近あれですね、因数分解のね、たすき掛けですか、あれをあんまり失敗せずに、余計なね、試行錯誤を減らしてやる、方法といいますかね、考え方っていうのが出てまして、あれがね、ああいうことをちょっとあんまり考えてなかったなと、割とね、結構勘でやって、なんか数字見るとね、なんとなく、これかなっていうのがね、いくつか試すと出てくるんですけれども、あんまりその勘に頼るだけだとね、失敗することもあるんで、で、ああいうふうな考え方で、失敗を減らせるっていうのは、あれは結構、画期的と言いますかね、あれはなかなかうまい、あれはいい動画でしたね。うん。で、あと、船長さんは、実数の連続性というシリーズを、始めてらっしゃいますね。デデキンとの切断なんですね。これが、やっぱり、こういう、独特の、視点といいますかね、船長さんらしいといいますかね、独特のこの視点で、スープとかインフとかね、その辺のね、存在であるとか、そういったことをね、示してらっしゃいますので、これはぜひ、見ていただきたいと思いますけれども、あと、今の時期としては、大学入試が大体一段落した頃なんですかね、で、入試問題のね、解説動画がね、出てますけど、小賀正樹さんのところで結構ね、たくさん出してますね、東大、京大、東工大、小賀正樹さんも、一時期ちょっとね、休止ほどではないですけど、ちょっとね、あんまり、出してなかった時期もありましたけど、もう半年ちょっとぐらい前からまたね、かなり精力的に出されてますよね。あと、そうそう、東工大の入試問題ということでは、あれですね、玉木の数学ですかね、玉木さんがね、今年のもう、非常に難しかったという、こう4番のね、解説をされてますよね、4番の。あの問題もね、特に3番ですよね、場合分けが必要になる、あまり詳しく言うとあれですけども、ちょっと場合分けが必要になると、そこがね、盲点でもあるし、難しいですよね。これも、この問題は本当にね、レジェンド級に、レジェンド級の難問とされるのではないかということですよね。レジェンド級ということで言いますと、1998年の、東大のね、後期数学の3番ですね。あれとの比較でどうなんですかね。入試問題としても、今年のね、東工大の4番ね、確かに難しいんですけれども、ただ地道に考えていけば、まだできなくもない、難しいですけどね、難しいですけれども、地道に考えていけば、できなくもないかなと、まだしもね。で、東大のね、98年のね、後期数学3番、あれはね、とにかく思いつかなきゃどうしようもないというところがあるんで、どうですかね、その評価どうなっていくか分かりませんけど、まだあちらの方が最難問ということになるんですかね。
ただね、あれ、うまい解放やり方を思いつけば、割と簡単な解はあるんですね。私の方でもちょっと別の動画、別のと言いますかね、動画出してますけども、まあ、割と簡単に証明する方法はあることはあるんですがね。ただ、まあ、それを思いつかなきゃ、もうどうにもなんないという、そういうところがあるんでね。まあ、あれですよね。ただまあ、今年の東工大の4番は、ちょっとどうしたってある程度手数はかかっちゃうだろうなと。まあ、その意味では大変。で、まあ、このあたりの評価が どうなっていくのかわかりませんけどね。まあ、ただまあ、時間制限ということも考えると、まあ、なんともね、まあ、考えようによりますよね。そうですね。まあ、これ、まあ、受験、まあ、言ってみるとね、これもね、難しさというのもね、相対的に、評価も相対的なこともあるわけで、東大後期数学のね、グラフ理論の問題にしても、ああいう問題が、もう、しょっちゅう出るようになってて、典型問題になってたら、こんなのは簡単な問題だっていうことになったでしょうし、まあ、それは今年ね、東工大の問題にしても、まあ、こういう問題が、典型問題になってたら、もう簡単だってことになるわけですから。まあ、そんなもんですよね。で、まあ、まあ、東大の後期数学にしても、今年の東工大の問題にしろ、理論とか積分とかそんなのは使って、まあ、使わないわけですから。まあ、そういうのを微分や積分知らない立場からするとですよ。微分や積分を自分で考え出して、その公式とかも自分で考え出してとか言ったら、それは今年の東工大の問題や、98年の東大後期数学の問題でも、それは難しいってことになりますからね。まあ、要するにこういうのはね、考えようによって、まあ、相対的、難しさの評価っていうのは、まあ、相対的でもあるわけですけれども、まあ、今のね、高校数学の、まあ、環境の中からすると、そうですね、まあ、まあ、東大の後期数学にしろ、今年の東工大の問題にしろ、まあ、難しいと、まあ、いうことですよね。まあ、この辺の評価はね、まあ、さまざま、まあ、評価がどうなっていくか分かりませんけどね。で、で、古賀さんのね、ところに関しては、ね、まあ、ちょっとね、一回ね、私ね、ちょっとコメントを書いたことがあるんですけど、ちょっとね、余計なコメント、あ、これは余計なこと書いちゃったって思ってね、ちょっと後で自分で消したんですけどね。まあ、あれは、まあ、でも見られてるかな。その時はね、古賀さんの当時の、今は別のあれになってるかな。PR 用の動画ですかね。で、とにかく自分はその数学の厳密さ、というか、そしてまた間違いないことをすごく大切にするというふうな、まあ、趣旨の動画なんですね。だから、もう間違いは結構、まあ、許せないっぽいような感じのね、ことで、私はちょっとね、それとまた違った考えもあったんで、ちょっと余計なコメント書いちゃったんですね。まあ、そんなね、あれなんですけど、まあ、もしかすると見るとあんまりいい気はしないかもしれない。そんな嵐みたいな表現のコメントじゃなかったと思うんですけど、まあ、もしかしたらでも、古賀さんが見たらあんまりいい気はしなかったかもしれないということで、あ、これちょっと余計なコメントしちゃったと思って、まあ、削除したんですけどね、自分でね。で、まあ、それについて私の考えとしてね、私はね、まあ、これ誤解を恐れずに言えばですよ。数学って別に間違ってもいいものだと思ってるんです。誤解を恐れずに言えばですよ。まあ、よくね、数学っていうのはもう厳密さが重要で、まあ、とにかく、まあ、間違ってはいけないものだと。まあ、まあ、それはそうなんですけどね。それはそうなんですけども。ただ、まあ、実際問題は、私はね、数学って、そんな厳しいものじゃないと。数学はむしろ優しいものだと思ってるんです。
だって実際私たち、あの、数学間違ったってね。数学それ自体はね、別にね、殴りかかっても来ないし、まあ、殺しに来たりもしないわけですよ。いや、お前は間違ったとかね、その質問してきたりもしないわけです。間違ったは間違ったでほっといてくれるわけですよ、数学って。うん。で、まあ別に、間違えたからといってね、別に核戦争が起こるわけでもないし、ね、まあ、地球が滅亡するわけでもないわけですよ。うん。だから、なんか数学もね、その厳密、まあ厳密さを求めるのはいいんですけど、そのあまり、人に厳しくなる人ってやっぱりいるじゃないですか。間違いがあったらもう指摘して、ドヤ顔でね、指摘してね、うん。ここはこうだよ。とね、なんかそんなのは、まあありますよね。で、そういうのはなんか違うんじゃないのかなと。うん。だから例えば、数学系のブログなんかで、まあ時折間違いぐらいありますよね。だけど、まあ、それ、果たして指摘する必要はありますかねと思うわけですよ。例えばなんか計算で符号がプラスがマイナスになってたと。うん。するじゃないですか。うん。だけど、そんなのね、脳内で変換してみればいいわけですよ。うん。脳内変換してみて、これはまあ、ここはプラスがマイナスになってるんだなと言うんで、ずっと見ていきゃ、それで別に何でもない。別にわざわざ指摘する必要もないと思うんですよ。まあ、別にね、指摘するのは、それは自由ですけども、まあ、私はそんなのは、基本指摘はしないですよね。そんなの脳内変化して読めばいいじゃんって思うわけですよ。で、まあ、あれですよね。なんというかな、いや、その間違いを残しておいたら、そのせいで、誤解して、まあ、そのせいで何か、すごく、まあ、間違った方向に、ね、見た人をね、持っていっちゃうと。とかいう理屈を言う人もいるし、まあ、それはそういう理屈って、何とも言いようはあるんですけどね。何だったかな、これ数学じゃないんですけども、英語のね、まあ、まあ、京大かどっかの大学に合格した人が、まあ、いろんなね、その体験か役に立つことを書いてくださってるブログがあって、まあ、例えば、英語なんかでね、うん、英語なんかの、まあ、こういうふうに考えたらうまくやれますよというふうなことを書いてあったりとかね。で、まあ、そういうブログがあったんですけど、まあ、それに対してね、まあ、ちょっと細かい、まあ、ミスぐらい、まあ、あり得るじゃないですか。で、そういうのを、やたらと上げつがって、もう めちゃくちゃね、まあ、悪く言ってくるようなコメントっていうのを見たことあるんですよ。で、うん、まあ、その人はその人に真面目な気持ちでね、そういうコメントをしたんでしょうか。まあ、それは、あれなんですけれども。ただ、まあ、そんなコメントがあったら、やっぱりその、ブログやってる人もめんどくさくなって、まあ、やっぱりちょっとね、ブログの頻度も、まあ、下がったりするわけですよ。そしたらですよ、じゃあその間違いを指摘することで、見た人がその、間違わないことによって、まあ、そのメリットと、ブログ記事が、せっかくのためになるブログ記事の頻度が下がっちゃって、そういう記事を見られなくなるデメリット、どっちが大きいかといったら、それはデメリットの方がはるかに大きいわけですよ。はっきり言ってね。うん。だからそんな理屈は、いや、この間違いを放置するのはためにならないから、指摘するんだとかいう理屈は、実はね、全然正しくないわけですよ。そんなに。うん。まあまあ、そんなこともあってね。まあ、要するに、数学自体はね、全然厳しくないんです。数学は優しいものなんです。厳しい、あるいは心ないのは、その数学を使って人を責めようとする、そういう心ない人間なんです。人間が厳しい。人間が心ないんです。数学は厳しくありません。数学は優しいんです。徹頭徹尾、数学って優しいものなんです。と、私は思います。はい。うん。まあ、こんなこと言ってはね、これは、まあ、違う考えの人は、もう低評価とか来まくるかもしれませんが、まあ、別に構いませんよ。うん、私は本当数学ってのは優しいものだと思ってます、ね。
で、これ、誤解与え、のないように、私は古賀さんは、そんなこと、少なくともそんなことしたの見たことありませんから、古賀さんは単にその自分に厳しい人、非常に立派な人です。で、少なくとも私見た範囲で古賀さんがそんな数学を使って人を責めたような場面、私は見たことないですから。だから、古賀さんのその、ね、あり方は、私はもう尊重します。尊敬します。うん。まあ、古賀さんは古賀さんです。その、相方非常に立派で、まあ一つの正しい考え方だと思います。ただ、同時に私はまた数学は優しいものであるということも思いますです。うん。そうですね。はい。で、まあ、数学の本質についての話はまたね、うん、これからも、まあ、おいおい、まあやっていければなと思いますが、うん。そうですね。まあ、ちょっとそろそろこう なんかだんだん暗くなってきたので、まあ、今日はこの辺りにしておきましょうか。はい、ということでね、まあ、今回も、今週の理系 YouTube ということで、まあ、やってきましたが、はい、まあ、この動画が、ね、役に立ったという方は、まあ、高評価チャンネル登録とよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。